アメリカンインターナショナル航空808便墜落事故は1993年8月18日に発生した航空事故である。チェンバーズ海軍基地発リーワードポイント飛行場行きだったアメリカンインターナショナル航空808便がリーワードポイント飛行場への最終侵入中に失速し墜落した。機体は大破し、乗員3人は重傷を負ったが全員生還した。 事故機のダグラス DC-8 から61回は1969年に初飛行を行い1970年に日本航空に JA8042 として納入されたその後複数の航空会社を経て1991年からアメリカンインターナショナル航空が N25UA として保有し1993年5月に N814CK 機体記号を変更していた。総飛行時間は43,947時間で18,829サイクルを経験していた。機長は58歳の男性で1991年2月11日に入社した。総飛行時間は27,27 27時間で DC-8 では1,527時間の経験があった。DC-8 以外に マクドネルダグラス DC-9、ボーイング727での操縦資格があった。副操縦士は49歳の男性で、1992年11月3日に入社した。総飛行時間は15,350時間で、DC-8 では492時間の経験があった。DC-8 以外に、マクドネルダグラス DC-9 と、 リアジェットでの操縦資格があった。航空機関士は35歳の男性で、1991年2月11日に入社した。総飛行時間は5085時間で、DC-8 では1085時間の経験があった。以前勤めていた航空会社では、ダグラス DC-6 に乗務していた。事故前日の月日夜、乗員人は、 ダラス・フォード・アース国際空港を離陸し、セントルイス・ランバート国際空港とウィローラン空港を経由して、ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港へ向かった。当初、808便は別の乗員によって、マイアミ国際空港から運航される予定だった。しかし、使用機材の N808CEK がトラブルにより、使用不能となったため事故機の乗員が急遽、 N814CK によって808便を運航することとなった。パイロットたちはアトランタを出発し、チェンバーズ海軍基地で貨物を積載し、リーワードポイント飛行場へ向かうこととなった。リーワードポイント飛行場の写真、手前が滑走路28で、奥が滑走路10へ14時13分、八百八便はノーフォークを離陸した。十六時十四分、 32000フィートから降下を開始し、グアンタナも完成と更新を行った。パイロットは当初、滑走路28への着陸を予定していたが、16時42分に滑走路10への着陸侵入を要求した。16時46分に完成艦は着陸許可を出し、風は200度から7ノットと報告した。グアンタナも湾の地図、区切られた地域が、 米軍基地で左下側に記載されているのがリーワード、ポイント飛行場滑走路10の末端は、海兵隊の警備隊等のストロボライトによって決められており、キューバの国境から0.75マイル東に位置していた。しかし、事故当日、ストロボライトは機能しておらず、このことは管制官もパイロットも認識していなかった。808便は南から侵入し、 滑走路中に生体するため、右旋回を行った。しかし、旋回開始のタイミングが遅れたため急角度での旋回を行わなければ滑走路に生体できなかった。808便の最終侵入は空港のランプにいた C-130 のパイロットによって目撃されていた。c 百三十のパイロットは、八百八便が三十から四十度で旋回を行っており、 最終的に60度近く傾いたため、とても驚いたと証言した。300フィートから200フィートで、主翼が揺れ始め、機首が上がった。そのため、右翼が失速し、機体は90度近く傾いた。16時56分、808便は滑走路10から1400フィート西の地点に墜落した。墜落により機体は大破し、衝撃により火災が発生した。 コックピットの残骸は、胴体部の残骸から離れた位置にあり、乗員3人は重傷を負っていたものの全員、生還した。また、乗員を病院に輸送するため、救援機が、急爆空域を飛行する許可が特別に発行された。深夜から勤務を続けていた機長は23.5時間、副操縦士は19時間、航空機関士は21時間の間睡眠を、とっていなかった。 墜落前の72時間の睡眠について調べると、3人とも長時間の勤務により大きな睡眠負債を抱えていた。また、勤務のほとんどが夜間に行われていたため、外実リズムも崩れていた。これらはパイロットの操縦能力に大きく影響した。特に機長は判断力やコミュニケーション力の低下などに陥っており、失速時の反応時間も遅かった。 NTSB は推定原因としてパイロットの疲労を上げた。疲労によりパイロットの意思決定能力や判断力、飛行能力が低下した。そのため最終侵入中に状況認識を失い急速な旋回を行った。さらにパイロットは待機速度の低下に気づかず適切な回復操作も行うことができなかった。また要因として アメリカンインターナショナル航空が行っていたリーワードポイント飛行場のような特殊な空港への侵入を想定した訓練や指導が不適当だったことが挙げられた。さらにストロボライトが作動していないことを伝える仕組みが海軍になかったことも指摘された。ありがとうございます。